はいどうも、秋山たけしのモテチャンネル。今日は、僕が500回キャバクラに通って学んだ初対面のその女性との好印象を受けるトーク術ということでお話をさせていただきます。そこで、学んだ初対面に好印象を受けるトーク術ということを今日あなたにお伝えさせてください。すぐに実践できます。で、これ、日常生活でも、例えばその女性、お客さんとか、もちろんその、恋愛対象のその女性、気に入ってるその女性もそうですし、婚活中だったら、お見合いの時もこれ、使えます。そもそもこれ、一番初めの会話にポイントがあるんですよ。これ、多くの男性が知らないんですよね。で、僕、これはコミュニケーション心理学行ったりとか、元お笑い芸人の先生に弟子入りして、いろいろこれ、学んだわけなんですけど、一番初めのこの会話で、好印象を受けるか、受けないか、相手が心を開くか、開かないかって、僕もね、これ、いろいろこれ実験してきたんですよ。だから、500回、それ、キャバクラ行ってるから、1500名以上のホステスさんとか、キャバ嬢さん、女性とかと、初対面、こう、会話、話していく中で、どうすれば、笑顔で心を開いてくれるかっていうのを、実践、実践、改善、改善、実践、実践、改善、改善っていう、一番うまくいった方法を、今日、あなたにお伝えさせていただきます。で、これ、ポイントがあって、例えば、キャバ嬢のように、褒められ慣れてるその女性の場合と、ごく、普通に会って、日常で会うその女性との一番初めの会話のポイントっていうのは違うわけなんですよね。で、一番初め、じゃあ、これね、褒められ慣れてる、じゃああなたがキャバクラに行った時、どんなことを一番初めに言うかっていうところ、まずポイントをちょっと。させていただきます。じゃあこれ結構、髪型とかネイルとか美に意識が高い人であれば、それを伝えてあげた方がいいですね。っていうのは何かって言ったら、女性同士はもう結構そのネイルとか髪型とか服の色とか、持ってるものの色って褒め合ってるんで、褒められられてるんですよね。それを男性がやっぱり言葉に出して伝えてあげるってことなんですよ。男性これ結構できてないんですよね。男性って結構その細かいところを褒めるっていうのがなかなかできてないんですよ。で、これをあなたがやってあげたら、あ、この人なんか、私がそれ、気にしてるところとか、なんか大切にしてるところとか、意識してるところを気づいてくれたんだ、褒めてくれたんだっていう、好印象になるわけなんですね。で、褒められられてる人の場合ね、じゃあ例えばこれ具体的に言いますね。じゃああなたがキャバクラに行った。女性が来ます。赤いドレスだった。で、今の話だと、赤いいですね。赤似合ってますねっていう話なんですけど、褒められられてる人であったら、まず、赤だね、なんです。じゃあ、他のお客さんとかも、あ、赤似合ってますね、とか、あ、すごい素敵ですよね、いいですよね、っていうのは、気の利く男性だったら、そこを褒めてるんですよ。でも、あなたは、じゃあ、こんな風に言ってください。赤だね、だけなんですよね。目で見た、そのまま、あ、これなんでかって言ったら、もしかしたらその女性、今日たまたま赤だっただけで、白が好きかもわからないじゃないですか。赤だねって言った時に、そう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 、私、赤が大好きなのって言ったら、うわ、赤似合ってるって言っていいんですよ。これ一つのリサーチなんですよね。でも、あ、赤だね。あ、うん、赤、今日は赤。でも、いつも白が多くて、白が好きなのって言ったら、うわ、赤よりもさらに白が似合うよね。あ、だからネイルも白なの？純白とかって言って、まあ、そんな感じで、赤よりもさらに白が似合うよねっていう、これ、リサーチした後の、その人が好きな、その女性が好きな、色をこう褒めてあげるっていうことなんですね。そしたらやっぱり笑顔になるわけなんですよ。いきなりこれ何色が好きですかなんかならないですよね。そしてその笑顔になった後に、女性がやっぱり結構話し出すんですよね。で、一番初めその、キャバクラとか行ったら、その女性の方がやっぱりコミュニケーション能力は基本的に高い人が多いので、じゃあ、僕が3人で行ってたら、これ何の関係とか、じゃあ秋山さんって何してる人なのとかってね、名前を言った後に、例えばゆきですって言って、今日これ何の関係とかって言って、質問をしてくるわけなんですけど、それより前にあなたが、あ、赤だね。あ、赤よりもさらに白が似合うよね。あ、だからネイルもそれ白、純白とかって言って、女性がこれ笑顔になった。ここだけでもうやってる人は、いないので、ちょっと、なんかこの人気が利くなっていうような無意識で感じるわけなんですよ。で、その時に大切なのは、これ、心を開いてるかどうかなんですよね。あなたがもしこれ緊張しながら、赤だねって言ってたら、これは、全然その女性も、なんか、無理くり言ってるなって、初め褒められ
褒め慣れてない人はこうなってしまうんですけど、そのね、褒め慣れてない時にどうするかっていう、これポイントをちょっと伝えておきますね。人を褒めるのが慣れてない時に、じゃあこれね、笑顔になってるかどうかなんですよね。じゃあ自分が、あ、こんなこと言うの恥ずかしいとか、あ、こんなこと言って相手に惹かれたらどうしようって全部矢印が自分に向いてる時って、それって表情にも出てたりするんですよね。顔がこわばってたり、あ、こわばってたりとか、ちょっと緊張してる。なんか相手からしたら、あ、全然笑顔じゃないし、もしかしたらなんか怒ってるのかなっていう怖い顔に見えたりするわけなんですね。その時に一番初めに自分が意識するこれポイント、これね、元お笑いのお笑い芸人やってたあの先生に、僕ちょっといろいろと教えてもらったんですけど、お笑い芸人さんでもこれ作ってるんですね。お笑い芸人さんでも本当に場作りのプロなんで、で、一番初めに何かって言ったら、自分が、例えば大好きなアイドルとかね、まあその女性がもう とてもタイプだったら、もう、ね、でも意識しすぎたら、なかなか緊張して、その自分が笑顔になれないんであれば、その自分が、まあ例えば犬飼ってて、犬が大好きだったら、その愛犬をイメージして、あ、こんにちは、赤だねとか、こんにちはじゃないですね。もう晩ですからね。夜ですからね。はじめまして。赤だね。っていう感じで、笑顔で心を開いて、これね、笑顔じゃないとやっぱりなかなかこの、褒めても、なんかぎこちなくなってしまうんですよね。で、僕、この、お見合いとかの、その男性、恋愛経験がない男性とかによくこの、伝えることがあるんですけど、じゃあ、一番初めにこれ会った時に、じゃあ僕だったら、その女性と会った時にね、初対面に、秋山と申します。あ、はじめまして、こんにちは、今日はどうもありがとうございますって丁寧になったら、相手も丁寧にならざるを得ないんですよ。だからどっちかが心を開いて笑顔であえて崩してあげたらいいんですよね。例えば僕ね、それお見合いの時とかだったら言うんですよね。これちょっとね、キャバクラの話からちょっとずれちゃってますけど、お見合いの時だったらいいんですよ。これでもね、初対面で女性の時に大体使います。あえて、こっちから崩してあげるんですよ。そんな気遣いをして相手を笑顔にするっていうところがこれ大切なんですね。で、これ何をするかって言ったら、まあお見合いとかだったらやっぱりこう緊張しますよね。ホテルのロビーラウンジで会って、はじめましてっていうことで、じゃあ秋山と申しますって言ったら、あ、何々ですってなっちゃうんで、それだと会話が苦手な男性だったらそっから崩すの大変なんですよね。なので、何をするかって言ったら、一番初めに笑顔を取る、一番初めがポイントなんですよ。で、そこで何をするかって言ったら、例えば、お見合いだったら、お互いにこれプロフィール、これね、マッチングアプリとかでもそうですね。お互いにこれ写真とかプロフィールを見ています。で、大体そのプロフィール写真って、今の実際の自分よりちょっと持ってますよね。大体いい写真使ってますよね。ほとんどの人が。まあ、9割以上使ってますか。あ、そうすると、コロナ太りでちょっと太っちゃったっていうような人とかであれば、まさにそれ自分は分かってますよね。で、それで一番初めになった時に、最高の笑顔でね。じゃあもう、犬が好きだったら愛犬をイメージして。あ、こんにちは。あ、写真よりちょっと太っちゃってますけど、顔がでかいですけど、みたいな感じで、ちょっとジョークを入れるんですよね。あえて崩してあげるんですよ。それを男性から崩してあげると、女性がやっぱり笑顔になって話しやすくなるわけなんですね。女性がね、笑顔になって心を開いてもらって、それから会話がスタートなんですよね。だからこっちが場を作ってあげるってことが大切なんですよ。今ね、ちょっとね、キャバクラからちょっとずれちゃいましたけど、で、まあ、そのキャバクラの場合だったら赤だねって、ね、では赤よりもさらに、白が似合うね、あ、白のネイル可愛いね、純白とかって相手が笑顔になった。その後に言 うポイントがあるんですね。じゃあ、その次に何かって言ったら、まあ、キャバクラで言ったら1時間で3人変わるんだったら20分の中でどんだけ心を開いて相手が話してもらうかって、もう相手軸だけで話してもらうってことなんですよね。そこで言う言葉っていうのが、いや、まあ、例えばゆきちゃんね、ゆきちゃんだったら、ゆきちゃん最近ハマってることとか大切にしてることってあんの？これは相手が話したい、相手軸のその話したい話を引き出す、これ魔法の質問なんですよね。これを言うと、あ、じゃあ、なんか、まあ、まあ旅行かな、最近ちょっと行けてないけど、もう自粛明けてこれあちこち行けるから旅行でも行きたいな、結構海外とかもいろいろ行ってて旅行大好きなのって言って、でこの時に自分があんまり旅行行ってなくても、いやそうな、俺あんまり旅行行ったことないわで話終わったらダメなんですね。で僕もあんまりその旅行って行ったことなくて、海外も今までもう3回しか行ったことないんですね。もう近場3回しか行ったことない。もう43年間生きてるんですけど、いや僕まあ、3回しか行ってませんと。あ、結局それでもいいんですよ。あ、でもその相手のその話し合わせていくんですよね。で旅行の話を深めれなかったら、その自分があんまり旅行が好きじゃないとか、あ、旅行の話を深めれなかったら、じゃあこんな風に話をするんですね。
じゃあ今まで行ったそのあちこち行った中でどこが一番楽しかったとかどこが一番思い出になってるとかって言って相手が話したいだろう質問をしていくわけなんですよ。でそしてもう一個簡単なポイントで言うと海外って初めて行ったのいつってこれ過去に戻していくんですよね。会話って基本その人が話したい話を話したら過去に戻していったら何回も何回もそういうような話が膨らんでいくんですよ、相手のその軸で。でそこに共感のポイントって言ったら何をするのかって言ったら、これまたポイントなんですけど、リアクションが大きくなるんですよ。会話がつまんない人って基本的にリアクションが、小さいんですよね。じゃあじゃあハワイかな、ホノルルマラソン走った時かなとか言ったら、ああそうなの、ホノルルマラソンな、いいなって、そんなことじゃない、ホノルルマラソン、いや俺も行きたいわっていうような感じでちょっと大げさなリアクションをするんですよね。そしたら相手もはこの人と話したら楽しいなってどん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 心を開いていってくれるわけなんですよ。今僕はポイントを言いましたよね。その女性に 100% 好印象を受けるトーク術、これ3つありましたけど、まずは目に見えたものを言葉に出して褒める。まず目に見えたものをリサーチするってことなんですね。赤だねとか、カバンでもそうですよね。白とかって言って、じゃあ彼女が、そう、白が大好きなのって言ったら、白なんか可愛いです、いいですね。今日は白、いつもはなんか赤とかが多くて、って言ったら、やっぱ白よりもなんか赤っていう雰囲気ですよね。いいですよ。似合ってますよね。っていうような感じで褒めていく。そして、相手が笑顔になって話し出したら、その後に、最近ハマってることとか、大切にしてることって何って言って、相手軸、相手が話したい、話し出す魔法の質問っていうことを、問いかけるということです。で、出てきたことを、相手軸で聞いていく。もう聞いていくだけでいいんですよ。その時には、過去に戻していったりとか、あとはそのリアクションを大きく。みたいな。僕最近コロナ太りでお腹ポコーンと出てるんですっていうような、感じで、ちょっと大きめに言った方が、なんかこの子、バカだなっていう、一緒にいて楽しい男性が一番モテるんですよ。ですので、これが結局、女性からすると、ユーモアさとかね、女性ってね、質問すると、どんな男性がタイプって言ったら、優しい人って言うんですけど、大体、その、優しい人と付き合ってても、付き合ってたらなんかつまんないとか、なんか一緒にいてなんか楽しくないんです、ドキドキできないんですってなるんですけど、なることがやっぱり多かったりするんですけど、やっぱりもう、一緒にいて楽しいって、大きなポイントですので、ぜひこれ意識してみてください。で今日はですね、キャバクラ500回行って学んだ初対面、女性から 100% 好印象を受けるトーク術でした。秋山武のモテチャンネルでは、人からモテるあり方、コミュニケーションということをどんどんお伝えしていきますので、ぜひチャンネルのフォローよろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。